はい、どうも皆さん、こんにちは。DK ヒーローです。はい、今回もですね、また先輩からお借りした銃なんですけども、今回の銃はですね、昔からトイガンで遊んでいらっしゃる方々には、なんと言うんでしょうか、懐かしいなぁと思っていただける一丁かなというふうに思います。こちらでございます。じゃじゃじゃん。はい、というわけで今回は、こちらの銃の紹介でございます。さあ、というわけで今回はですね、こちらの銃なんですけども、こちらご覧の通り、M93R ですね。一体どこのメーカーでしょうか ?KSC? いや、違うんですよ。こちら、MGC の固定スライドガスガン、M93R でございます。そう、MGC の M93R といえばですね、業界初のガスセミオートハンドガンだったというふうに言われておりますね。ですので、昔からトイガンで遊んでいらっしゃる先輩方は、この銃を持っていた。もしくはですね、未だにこの銃持ってるよという方もたくさんいらっしゃるかと思います。実際ですね、これの撮影のために、シューティングレンジで撃ってたらですね、うわ、懐かしい、それ持ってたという方ですとか、昔カスタムショップがあって、これ 93R なんだけども、M92F 風にカスタムをしている魔改造ショップもあったよ、なんていう風にね、ちょっと当時のお話も伺ったりしましたね。はい、そんな MGC の M93R、軽く近くで見てみましょう。それでは、MGC 固定スライドガスガン M93R、見ていきたいと思います。はい、まずはマズルですね。ご覧の通り、インナーバレルが本当にギリギリまで来ていますね。ただこれはですね、純正状態でこれだったのか、カスタムされてロングインナーバレルが入っているのかはわかりません。そしてこの M93R では特徴的なフラッシュハイダーですね。このフラッシュハイダーの形状を見れば分かります通り、この M93R はファーストモデルのようですね。ただ MGC のガスガンの M93R としては改良が加えられたセカンドバージョン以降のものです。ちょっとややこしいですね。はい、そしてスライドです。このスライドの仕上げ、非常にリアルですね。ちょっとカメラでは映ってないかもしれないんですけども、よーく見ると、こう横に線が入ったヘアライン仕上げになっています。まあなので光が当たってもテカテカしなくて安っぽさがないですね。そしてスライドの刻印です。刻印はピエトロベレッタではなく MGC オリジナル刻印となっています。反対側の刻印です。メイドインジャパンと書いてありますね。はい、そして Q3R ではこれも特徴的な部分ですね。非常に大きく握りやすいコッキングセレーションがついています。そしてサイトです。リアサイト、フロントサイトです。特にホワイトドットなどは入っていません。はい、そしてフレーム側です。フレーム側もですね、ヘアライン処理がされていますので、スライドとの統一感がありますね。反対側です。そして Q3R といえばこれでしょう。フォアグリップがついています。このフォアグリップ、樹脂製ですのであまり強い力をかけると壊れてしまうみたいなんですけども、普通に使う分には特に問題なさそうです。はい、そしてパーツ類なんですけども、テイクダウンレバー、スライドストップ、これらはですね、非常にリアルにできていて今にも動き出しそうなんですけども、ダミーで動きません。動くパーツはトリガー、ハンマー、セーフティー、マガジンキャッチボタン、そしてトリガーバーですね。セーフティーは上に上げてオン、下に下げて解除です。はい、そしてこちらがマガジンですね。ロングマガジンをモデルアップしていますので非常に長いです。ガスガンのマガジンなんですけども、まるでモデルガンのマガジンのように大変リアルにできていますね。外装はおそらくスチールプレスだと思います。BB 弾入れるときはこのマガジンフォロワーを下げて、ここから BB 弾を流し込みます。で、銃にマガジンを刺すと、こんな感じになります。このマガジンがですね、ピタッと収まる感じ。これがなんかすごい気持ちいいですね。はい、ちなみに、KSC の M93R のモデルガンと並べるとこんな感じです。この KSC のモデルガンはね、だいぶ後に出たモデルなので、こっちがリアルなのはもちろんなんですけども、それに負けないくらいね、この MGC の Q3R、すごい出来がいいですよね。だってこれちょっとこうやって話してみたらね、両方ともこれモデルガンですって言われたら別に違和感ないですよね。なのですごい昔の製品ではあるんですけども、すごいよくできたリアルな製品だったのではないかなというふうに思います。はい、とまあ近くで見るとこんな感じでございました。それではこの MGC の固定スライドガスガン M93R、
ターゲット1新宿店で撃ってまいりましたので、その時の映像をご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。はい、という感じでございました。今回はですね、さすがにちょっと10メートル先の倒れるターゲットは小さすぎて厳しいかなということで撃たなかったんですけども、割と安定して10メートルぐらいは飛んでくれましたね。なので倒れるターゲット、あれはね、こんぐらいのサイズかな。多分大体あのターゲットこんなサイズだと思うんですけども、さすがにこれを毎回安定して狙うのは厳しい感じでしたけども、もう少し大きい的だったら10メートル余裕で当たると思います。で、代わりにスピードシューティングをね、ちょこっとやってみたんですけども、スピードシューティングだったら余裕です。ジャパンスティールチャレンジのスピードオプションの8センチプレートとかになったらちょっとわかんないですけども、アンリミテッドとかリミテッドとかだったら全然余裕で戦えると思います。はい。と、まあ今回はそんな感じでございました。はい。というわけで今回はですね、こちら。先輩からお借りした MGC の固定スライドガスガン M93R の紹介でございました。いやー、これはすごいですね。だってね、これただ古い製品っていうだけじゃなくて、ガスセミオートハンドガン第1号の機種ですよ。それがね、未だに余裕で使えるレベルの性能を秘めている。これはね、すごいですね。まあ、もちろんですね、このノーマル状態だと、ちょっと遠くの的をね、精密に狙っていうのは厳しいかもしれませんけども、それでも自分でホップアップの加工をしたりですとか、あとは精密バレルを入れるとか、各部の動作のすり合わせですよね。そういうのを行って動作をスムーズにする。その辺の調整をやってあげたら、余裕で第一線で戦えるんじゃないですかね。古い銃だと思って舐めていると、痛い目を見るかもしれませんね。はい。まあそんな感じで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良ければ評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、じゃあね。